ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、四番街の人たち。魔光炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとうクラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔光炉を目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。今どの辺だこりゃ。私たちの目指す魔光炉はH の先。ああ、でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰が、てめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。間違いねえ、こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔光炉へ向かう。これで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。止まった。換気システム、メンテナンスモード実行。制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。何してんだおい。
これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。ふっ、甘よ鉄くずめろ。コウさん、てかクラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降り立って上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。で、あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリル。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。ワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。